ボスギラーです。はい、またね、ボスのゆるいコーナー始まりましたよ。はい、はい、今回はこちら、バーツヘッドクイックホルスターっていう商品でですね、販売してるものなんですけども、結構ね、これうち、ロングセラーでね、実は発売してるんですよ。もう結構時経つんですけど、今でもね、結構大人気で、すごいリピーターの方が多いです。うん。で、このクイックホルスターのね、特徴、まずね、説明したいと思います。はい。まあ普通ね、ホルスターって、まあ、形選ぶわけですよ。やっぱね、いろいろ入らない入るとか、もうめんどくさいやつがあって、しかも、まあアクセサリーとかね、まあライトとか、サイレンサーとかつけちゃうと、まあホルスターに入らない。っていうね、やっぱことが起きるんですよ。で、そこで、それじゃいかんと思いまして、このホルスターを作ったわけですよ。はい。で、まあ、このホルスター、じゃあ実際にね、どういうふうに使うのかというと、まずこちら、これ一応ね、グロック用です。で、ホルスターね、ちょっと各種あるんですけど、まずちょっとグロック用でね、ちょっと説明したいと思います。はい。で、ここにじゃーん、みんな大好きグロックがありますけども、これをね、こうやって、ちょっと、おこれで一瞬でつきますね。はい。で、もうね、まず抜けないです。どんなに揺れても抜けない。しかも、こう、人差し指人差し指で、こう、と、おすぐ抜けちゃう。すぐ入れちゃう。お入れる。抜ける。ってね、こんな感じでね、できちゃうわけですよね。はい。こう、ここをね、スッってスライドさせて、こう抜く。で、また入れるときは、こう、で、これで OK。っていうね、商品なんですよ。すごくないですか、これ。はい。はい。ということでね。で、これ一応、こういう風にね、ベルト式になってます。まあ、ベルトに通す式ですね。はい。で、ここ開いて、まあ、ベルトに通して、挟むっていう感じですね。で、まあ、ベルトもね、皆さん各種ちょっとサイズがあると思うんで、一応ね、うちもちょっと考えて、ここに、アタッチメントが付いてるんですね。これ。うん。で、ベルトに大きさに合わせて、これ、取り外したり付けたりすればいいんで、まあ、ベルトが太かったら、これを外して、太いベルトで入れる。で、もし細いベルトだったら、またこういう風に入れて、閉じると。まあ、こういう感じで、使えるようになります。はい。はい。じゃあ実際にね、クイックホルスターの商品、ちょっと見てみたいと思います。まずね、こういうね、ちょっと袋に入ってるんですけども、まあ、ちょっと開けていただいて、よいしょ。はい。で、この商品なんですけど、これマウントね、こうね、角度を変えて取り付けることができます。こういう風に。で、この穴位置が、実はその、角度を変えられる穴位置なんですよね。で、マニュアルですね。マニュアルにね、細かくね、どういう仕様か書いてありますので、一回ね、皆さんね、ぜひね、ちょっとマニュアル目を通してください。結構皆さんね、マニュアル通さないで、ホルスターつかないよって人もね、やっぱいるんでね。はい、ちょっとマニュアルは一回ちゃんと見てくださいね。はい。で、商品なんですけども、素材はね、ABS 樹脂で製作してます。で、中にね、ちょっと大きなスプリングも入ってて、まあ、このテンションでね、こう、固定する形になるんですよね。うん。で、一応成形は 3D プリンター。で、これグロック用なんですけども、ここにね、この、なんか出っ張りがあると思うんですけど、実はね、ここのね、ネジをちょっとあの、緩めて、ここのね、高さをね、グロック用は調節することができます。そうすることで、まあ、いろんなね、各グロック、メーカーのグロックが、まあ、ぴったり収まるようには製作してますので、まあ、グロックはね、どこのメーカーもほぼ入ります。このおかげで。うん。で、ここね、ベルトマウントになってるんですけども、ちゃんとね、ここに、ベルトのね、調整のパーツがついてて、これを取り外すことで、ベルトのね、大きさをうまく調整することができます。このホルスターね、特徴がまずもう一つあって、まあ、これ、ベルトにしか付けれねえんじゃねえの？ボスみたいなね、やっぱね、すごく質問されるんですよ。違います。ちゃんと、モール対応になってます。はい。で、これ一応、ブラックホークタイプのね、モールシステムがあるんですけども、それが取り付けられるようになってまして、一応ね、これ、こういうふうに、サンプルで、はい、付けました。で、
穴位置はね、いろいろね、ブラックホークのこのモールアダプターに合わせてあるので、それにこういう風に対応することができてますんで、で、まあ、これをモールつけちゃえば、もうこういう風にすると、こう、カチャッと、はい、つけれちゃうわけですね。はい。これ今ね、つけてるのはね、このガバメント用ですね。はい。で、これがモールで各種つけられちゃうと。いけてるでしょ、これ。はい、ということなんですよ。まあ、いろいろね、出してます。ホルスター種類は。で、最近出したのは、これですね。じゃーん。Q3R 用ですね。Q3R に関しては、やっぱね、どこにもね、ホルスターないんですよね。はい。使えるホルスターが。で、作りましたよ。Q3R 用。これも素早くできちゃいます、これ。はい。ね。完璧ですよ、これ。うん。Q3R はね、もう昔からやっぱユーザーが多くて、ホルスターねえかなーってやっぱね、声があったんで、早速いいの作ってみましたよ。はい。Q3R 用もバッチリできてますね。はい。で、先ほどのグロック用なんですけど、グロックに関しては、やっぱね、一番ね、まあ、種類が多いぐらいなんですよね、メーカーの。だから、どのグロックが対応してるかっていうのがなかなかね、やっぱお問い合わせが多いんですけど、基本的には、まあ、グロック大体、もうどのメーカーも取り付けられるように設計してます。で、まあ、ここにね、ちょっと、くぼみみたいなのがあるんですけど、これで、実は高さを調整することができるので、まあ、こうグロックをこうつけてみて、少しこうぐらつくなとか、きついなと思うときは、まあ、ここのね、調整を、高さを変えることで、グロックをちゃんと固定することができます。はい。で、あと質問でグロック系で質問のが、ストライカーにつけれるかってことなんですよね。はい。これストライカーですけど、ストライカーも全然問題ないです。つきます。はい。ストライカーにもちゃんと対応してますね。うん。バッチリです。はい。あとね、結構ね、お問い合わせが多いのはね、こう USB 用ですね。じゃーん。はい。これ USB ですね。これね、東京丸の USB なんですけど、こう。はい。バッチリつきます。で、ちょっとね、これ、別で紹介ですけど、これね、バーズヘッドで作った USB 用のカスタムアンダーレール。はい。これつけると、こうフラッシュライトつけてもね、こう、まったいらっていうかね、水平になるので、なかなかね、こうね、ちゃんといけるわけですよ。はい。フロントを、これね、14mm のね、ネジが切ってあるんです。こういう風に。はい。で、ここで、まあ、トレーサーとかね、まあ、サイレンサーとかね、まあ、つけていただければ、めちゃいけてるかなと。はい。そんな感じになってますよ。で、先ほどのね、これ USB のクイックホルスター。実はね、これね、こっちの HK45。これもね、こっちはね、共用になってるんですよ。はい。両方とも使えるようになってます。ただ USB と HK45 は両方対応という形になりますね。はい。で、まあこれも細かい調整してもらえれば、がっちりちゃんとホールドするので、つけていただければという感じですね。はい。はい。あと、こちら、ハイキャパ用ですね。こっち、はい。ハイキャパ用もちゃんと用意してます。で、ハイキャパ用に関しては、ちゃんと電動ガンのね、ハイキャパも使います。はい。大丈夫です。で、はい。で、結構、最近ハイキャパ用で、お問い合わせが多いのは、ピットバイパーにつけれるかっていうことが多いんですよね。はい。で、実際に、今回ちょっとバトンさんのね、ピットバイパーちょっと用意したんで、じゃあこれにつけれるかどうかということですね。はい。バッチリつけられますね。はい。バトンさんのピットバイパーも問題なくいけるという感じですね。ちゃ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 っとこうやるわけですよね、これね。はい。はい。あと、大型のね、銃のもの、こちらも用意してます。はい。MK23、走行用ですね。走行用、これね、走行用のユーザーもね、結構欲しかった人が多いんじゃないですかね。ソーコムのホルスター欲しいって人すごくいて、やっぱソーコムもすごくないですからね、ホルスター。だからこれだったらね、バッチリ取り付けできますよ。ね。はい。で、まあ今ね、ちょっと紹介してないですけど、まあ他にもね、デザートイグル用とか、あと、アサシンとかですね。結構ね、いろんなうちバリエーション多いんで、まあ気になる方はね、まあうちのね通販サイト、まあアマゾンのベースがあるんで、ちょっと見ていただければね、大丈夫です。はい。で実際に取り付けてみて、どうなのかなとか、
まあ、ちょっと見てみたい人も多いと思うので、ちょっとね、VTR 撮ったんで、はい。では、VTR スタート。はい。で、実際にね、ミサノさんにね、クイックオルサーつけてもらいました。で、これ、はい、何用ですか、これ。これは、グロック用ですね。グロック用。はい。はい。いいですか、いきますよ。うん、めっちゃ速くないっすか。もうほら、ノンルック。全然見ないでできる。あ、いいね。うん、これ本当に、サバゲ中のスイッチングの時とか、めちゃめちゃいいんですよ。うん、静かにスッと抜いて、スイッチしたりね、できるんで、うん、ほら、もう見なくてもできます。お、めちゃめちゃいい。いいね。ほら、ノンルック。もうこれ慣れなんですよ。一回慣れちゃうと、うん、もう全然見なくても大丈夫。すごいストレスなく抜き差しできるし、それつけた状態も全然外れないの、やっぱ。あ、一回も外れたことないです。私も 3,4 年使ってるんですけど、うん、USB とか、うん、あと何を持ってたかな、結構いろいろハイキャパ用とか持ってるんですけど、うん、全然壊れもしないし、うん、いっぱい走っても大丈夫ですよ。めっちゃおすすめ。はい、三田野さんもお墨付きということで、はい、お墨付きです。はい、買ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、こちらがね、アサシン用。うん。アサシン用ね、結構ね、人気があって、まあ、これもね、こう、カチョーンって、つきますね。バッチリ、つきます。まあ、これアサシンの C だけど、まあ、問題なくつきます。で、実はね、このアサシン用のクイックオルスターって、実は、なんと、じゃーん、このね、丸いの M&P につくんですね。ちょっと、ほら、つくんですよ。結構ね、これね、知らないユーザーさんも多いんですけど、これでね、両方、アサシンと M&P 両方使えます。はい。まあ、アサシンも M&P もね、これだとね、一石二鳥で使えるので、まあ、両方持ってるね、ユーザーさんもね、これ一つあれば、バッチリ使えると。うん、いいんじゃないですかね。はい。はい。というわけですけどね、まあちょっと簡単にね、ちょっとね、クイックホルスターね、まあ、ご紹介したんですけども、ただ結構ね、お客さんね、すごくリピーター多くて、一度買った方ね、結構ね、違う種類ね、2、3個買われるんですよ。はい。で、やっぱ、すごく大人気なので、まあこれもね、ぜひね、ちょっとね、一度使ってみていただければと、はい、思います。はい。ということでね、ちょっと今回もね、ちょっとボスの緩いレポートですけども、またね、次回ね、ちょっとしたものを紹介したいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。必要ですごく使いやすくなってて、ちゃんとね、自分のサイトにぴったり合うようになってて、実際に実践試してみるよ。うん。